古川さん、お誕生日おめでとう。やったー、26歳いや、そんなんじゃないよ。ママです。エイジです。古川です。ヒロです。政教クイズの集団、カピジュチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。本日9月の13日は我らが古川陽平さんのお誕生日です。やったー、おめでとう。素晴らしい。26歳。26歳。いやいや、それ15年前の誕生日です。それ41でございます。本当にすごい話でな。人って41になるまあそうだね。俺もあんまり自分そうなると思ってなかったから、ね、今日はそんな古川さんに日頃の感謝の気持ちを伝えながらお祝いしたい。ほう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 。ということで、うん、こんな企画を考えてみました、はい、名付けて古川さんのいいところベスト5、全部当てるまで終わりません。うわ、あ、前にやったやつね。前に古川さんがやってくださったのは、はい、視聴者の方々から広く意見を取って、はいはいはい、我々のベスト5考えてくれたんですけれども、うん、今回はもう私たち直接伝えたいということで各自のベスト5を作りました。ああ、ここのメンバー3人のってこと？そうです。今回は私たちのベスト5を作ったんですよ。15項目全部当ててほしいんですけれども、うん、これね、マークついてるの分かります？四角、丸、三角とかで、うんうんうん、これはなんと被りました。はい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 、はい、それいくつかは被りますよね。はい、そうですね、はいはいはい、人のいいとこなんでそうね、うん、古川さんにはぜひ自己申告で全部当ててほしいなって思ってます、はい、いやー、まあ、みんなにもやった時の感覚としては、うん、まあ、ちょっとその自分で言わせることによる、はい、ちょっと恥ずかしい思いをね、はい、乗り越える様を、まあ、見ていただこうってやつだったじゃん。だからその近くの人に思われてるやつ当てるのもう一段恥ずかしいけどマジで。ということなので古川さんは思いついたらどんどん言ってください。これすごいな、みんなこんな気持ちでやってたのか、うんうん、でリコさん、ET さんは自分のは知ってるけれどもお互いのは知らないので、まあなんかちょっとね、たまにヒント出したりとか、うん、はいはいはい、古川さん困った時にお誕生日なので手助けしてあげてください、うん、それでは早速やってみよう。うん、俺はやんないけど、うん、じゃあまず古川さん、はい、思いつくことありますか？いやー、なんか自分がこだわってることと、うん、みんなに思われてることはちょっと違そうだなとは思ってるのよ、まあね、大衆のイメージを言うかっつろむずくて、うん、視聴者さんならこれやるなっていうのはあるのよな、はい、言うてもまあ5個もあげれば1個書くかみたいなところで、はいはいはい、共通してそうなことからいくか、四角とか、うん、まあ、丸とか、ね、うん、そう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 、でちょっといこうかな。はい、はいはい、最初は、はい、クイズが強い。クイズが強いは、うんうん、ございます。あ、ございます。おめでとうございます。ございませんのテンションで。ございます。わーってます。わかんない。わーって言えないからさ、ございますまでわかんないから数待ちするのよ。ございますね。あ、よかった。ちょっと下手だったな、私が、はいはいはい、ありますとか言ってもよかったね。全然大丈夫です、わかりました。はい、はい、なんと埋まったところ、うん、こちらです。えー、2個1位のみです。そうなんだ。まあなんせ僕弟子ですからね。あそっかそっか。はい、まあ、師匠がね、まあ、クイズ強いっていうのはね、うん、こんなに喜ばしいことはないと思う。なるほど。いや、もちろん私も思ってはいたんですけれども。思ってないってことですね。なんで、なんでここ仲悪くするの。強いって全然微塵も思ってなかったってこと。1個も思ってないからこいつら、うん、ね、なんか最近クイズよりね、なんか人狼の人みたいな、まあ、イメージあるけど拗ねてるの。なんだろう。動画の中でも頑張ってるだろう。普段めっちゃ強いですよ今ので、うん、AT の1位分かったわ。あ、マジで。あ、AT だから人狼が強いと思う。確かに今言ってたな。言ってたかもしれない。そういうこと。そうか、そんな下手じゃない。言っとき、言っときます。一応ちょっと待って、もうちょっと連続正解味わいたい。そうですね、途切れてからね。もう無理だってなってからで全然いいから。わかりました。もうちょっと違うのいきますか。はい、行きましょう、はい、あ、じゃあでも確かにこれだけ数あると、うん、みんなの気持ちが分かったわ、うん、あ、なるほど。これ言わんずに通れないわ確かに、うん、あ、ちょっと俺もいい、はい、そうそう、殿下の宝刀抜く感じなんですけど、うんうん、顔がいい。顔がいい。なるほど、ね、これは分かる。確かに、はい、入ってるわこれ、うん、で感覚なるもん、うん、顔がいい、うん、みんな言ってましたもんね、うん、そうそうそう、あの自分たちの時は。あ、そうそうそう、うん、確かに言うよこれ、はい、誰かあるだろうこの評価。分かりました。はい、どうなの。顔がいいは、うん、入って、うん、
おりません。いやいやいや、本当に入らないんじゃん。まあまあ、これさ違うんだよね、あれ。あ、そんなに視聴者、視聴者の方とちょっと違うんだよね、私たちね。俺 AT に顔がいいって思われたら複雑な気持ちだ。なんでってなるもんね。いや、うん、この見た目を終わらせないと進めないよ、これ。そうだね、みんなその気持ちで言ってたんで、うん、思う人がいたらコメントで書いてください。視聴者にいると信じたいから。そう、ね、今回ね、あのお誕生日企画、私たちも率直な気持ち書いてますので、皆さんも古川さんのいいところ、今いいきっかけだと思ってぜひ伝えてください。2人くらいいるだろ、さすがに。はい、じゃあ考えるか。連続正解も途切れたところで、こっからはリアル恥ずかしいぞ。そうだよ、確かに。いや、今のはね、まあ、一応言っとくのか。まあまあまあ、そうそうそう、そうなのよ。流れを組んでね、我々の系統を組んでくれましたからね。弱ギャグとして消化できるんだけど、もう本気で当てに行ってね。いやそうだよ ね、 ね、本当に終わんないから。いや、そうだな。まだ1個しか言ってないんだから。いやいやい や、 い や、 い や、 いや、そうだな、ね、1個言ったら席を切ったように言えるようになるから。よし、OK。 はい、OK。 はい、では行きましょう。はい、企画作文力がある、作る側の方の評価ね。企画作文力がある、うん、こちらは、うん、入っておりません。うっしゃ。それは言ってよ。ちょっと俺の会社で働いてる、ね、それに惚れ込んでじゃないの、みんな。誰も思ってない。なんでだよ。違う、普段言わないだけで実はっていうやつなのかと思ったら、違うんだよ。今どういう気持ち？いや、今俺これ終わんないんじゃないか。視聴者さんアンケートだったら間違いなく入ってますね。まあでも、まあ、みんなも問題も企画もできるから。じゃあみんなにはなくて俺にあるやつを言うべきってことは。確かに企画はみんないいもんな。じゃあ事実的な違いに着目しよう。なるほど。はい、筋肉があるじゃない。これはだって全員より確実にあるわ。鍛えてて偉いねとか健康でとかあるみたいな。これだ、筋肉があるから。筋肉がある、はい、筋肉があるは、うん、入っておりません。いやいや、もうちょっとさ、好きなのいいとこ。そうそう、当てに行ってください。当てに行ってよ、なんでずっとボケてんだよ。もう7個ぐらい焼いてる予定だったんだから。これ普段全然そう言われてないし、そのキャラでもないけど、実は思ってたの方に行くか。あ、お願い。これは怖いな、本当に。言うのか。そうそう、筋肉あるとかあるもんだとか。確かに事実、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 クイズも作ってるからさ、事実なことも一応あるんですけど。いやいや、オッケーオッケーオッケー。早くもそのゾーン。いや、そのゾーンに行かないと。いや、終わんないよ。終わんない、終わんない、終わんない、終わんない。まだまだ15分の1ある。じゃあ、次はもうパーンって開きます。考えよう。はい、ちょっともう今日何本撮りだと思ってるんで。後ろ控えてるからな。じゃあ、いきますわ。優しいで。あ、はいはい、これは思ってる人いるんじゃない、実は。なるほどね。ちょっと視聴者に伝わってるか分からないけど。優しい、優しい、うん、優しい。もうそのものはない悩み。優しいはないんですけど、うん、非常に近いものは入っております、うんうん、はい、なのでもうちょっと言葉を変えてほしいかな。いや、すごい、これ優しいに類似することあと5回くらい言わない。じゃあもう1回ブーにしておきましょう。わかりました、はいはい、でも優しいと思ってます。ありがとうございます。あ、俺はちなみに入れるか迷った、うんうん、あ、優しい自体もね、うん、あ、そう、実際優しいに類似した部分はこの星マークです。あ、じゃあももの1、AT の2なんで。で、あとリコは優しいで入れるか悩んでくれてた。そうそう、あ、じゃあもも1位が、じゃあそういうところを思ってるんだ。もも1、結構ね、あの人格的なところ、あ、そう、能力的な部分もあるし、人格的な部分もなんか結構まんべんなく入ってます。人格の方恥ずかしい。能力はいいけど人格恥ずかしい。近くの人からどう思われてるかやもんな。人格恥ずかしいよ。恥ずかしいな。 OK、 じゃあちょっと待って、違う点でいくか。はい、じゃあ OK です。はい、リーダーシップがある。リーダーシップがある、はい、これはやっぱりこうね、言うても、うん、年上とか、はい、あの社長とかですから。そうですよ、それ感じてるでしょう、うん、リーダーシップは、うん、あるんですけど、ここには入ってないです。俺すげえ下手なんだけど。今までで一番当たるみたいで、ね、なんだって視聴者の方がまださ、ね、本当に
ックだからさ。確かに私たち本当に当たんないようなこと書いてる可能性が高いです、ね、浅くないんだもうみんなが言ってること。そりゃそうよ、そりゃそうよ、なめんなよ。オッケーオッケー、分かった。じゃあもうあれだ、みんなじゃないと分からないやつだこれは、うん、オッケーです、分かりました、はい、もう臆せずですけど、行きましょう。経営力があるですね。これはもう視聴者には伝わりづらいところなんですけど、はい、会社をやっぱりこう1台ここまでしたというところが評価されたでしょ。リーダーシップらしき、らしきもので、リーダーシップで入ってないならもう経営力だ、これは、うん、経営力はあるんですけど、入ってないです。いやみんなは俺を何だと思ってるの。じゃあもう事実ベースでいくか。そうですね、ま、ね、その辺の方がやりやすいかも。そうしよう、この辺とかね、結構事実ベースですよ。リコ、ね、5位、モモ5位ぐらいはね、事実ベースですね。料理が上手。料理が上手、はい、これはやっぱり、まあ、食べたことあるっていう人もいるでしょうし、はい、僕も自分でいいところだと思ってるから、うんうん、料理が上手は、うん、入ってまーす。事実ベースのやつや、よかった。モモの5位に入ってます。あ、よかった。カプリ旅の時とかもね、振る舞っていただいたんですけれども、味がいいのはもちろん、すごいなんかいろんなバリエーションがあるんですよね、うんうん、あるものを使って美味しくできるところとか、みんなの好み考えてくれるところとか、あと最近やっぱり X にもすごくいろいろ料理あげられてて、いや本当に料理上手はいろんな能力に通じると思うので、ここは素敵だなと思って5位に上げさせていただきます。ありがとうございます。あ、でもなんか分かってきたぞ、ちょっと。はい、分かった分かった、うん、言います。はい、努力家じゃない。努力家、うん、これありそうな気がするわ。古川さんが努力家、うん、こちらは、うん、入ってます。やったー、そういう感じか、分かってきたぞ。はい、リコ3位、 AT 3位、モモ4位。はい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 、言葉変えていきます。リコさんはまっすぐ努力できる。あ、なるほど。 AT さんは1位を目指そうとする。ああ、確かに。で、私は何事にもストイック。はいはいはい、はい、まあ、言い方ちょっとずつ違うんですけども、こちらは全部共通で努力的なところで示させていただきました。一応まあ努力、何でもまっすぐ努力できるよね。まあ頑張るのは得意だね、確かに。その世界ランキングは上げようとするのね、あらゆるもので、うんうん、僕はまあランキング1位になるぞってなんないな。あ、そうだよね、すごいなと思って。あんまなんないね。そうか、やっぱみんな自分とちょっと違うところを尊敬するっていう傾向はあるかもしれませんね。まあ、筋肉もめぐりめぐって含まれてます。そういうことだよ、もうちょっと大きく取るんだこれ、うん、うん、そうですね、ちょっとピンポイントすぎたかもしれないです。いや、優しいは広すぎる。ちょっとそうむずいんだよな、うん、ちょっとね、もうちょっとキーになるワードがあるんですよ。私と AT さんが結構共通意識があります。いや、それめっちゃ恥ずかしいんだよな。そういうの、いや、でもちょっと言うか、はい、言わないと終わんないんだ。そうだね、終わんないんだよ。じゃあちょっと視聴者の方のイメージと違うような気もするんですけども、うん、気遣いができるで、お願いします。はい、はいはい、もう一人もう一人じゃん。恥ずかしい、恥ずかしいぞ。でも近いんだもんね。気遣いのもうちょっと上行きましょうか。 OK です、はい、じゃあその気遣いができるということはなぜかというと視野が広い。ちょっとやめてくれよ。そうやめてよ、同じところで何回も言わせる。視野は広いんだけど、視野が広いからみんなが見えてるんじゃないの。広いんだけど、もうちょっとね、だけど、うん、優しいとかじゃないの。優しいし、うん、気遣いができるし、視野も広い人はどういう能力がありますか。あ、じゃあなんかちょっと独立してそれと違うものをちょっと思いついたかもしれないので言うんですけど、はいはい、人を褒めるのが上手いはどうでしょう。なるほど、うん、僕的確にその人のいいとか言える自覚があるのよ、うんうん、ちょっと入ってない風に、うんうん、いや、あると思います。 あると思います、本当ですか。じゃあちょっとこのランキングにはないんですけど。いや、それはないやろよ。それはないって呼んでるさっきから。いや、でもそれ僕最初書いてたんですけど、それを書き換えて、今の2位のやつにした感じですね。さんの5結構出してほしい気持ちありますね。あ、そうなんです。ワード、決まったワードがあるんだ。そうですね、私と AT さんが似たことを書いてるので、2位と1位なんで、これはいけるんじゃない。それは漢字2文字ですか。いや、ちょっと文章ですね。文章、うん、なんだ本当に。カタカナ入りますか。入らない。じゃあ、思いやりがある。思いやりあります。ありがとうございます。もっともっと思いやる人は、ある人は
まあ、優しいし、うん、そうですね、周りに及ぼす影響みたいな感じですね。及ぼす、及ぼすというか、優しくて気遣いができて、うん、視野が広くて、うん、まあ、確かに他人を的確に褒めることができる人っていうのを全部内包してるんですよ、うん、これが。なるほど、神みたいな、あがめてたみたいなことじゃない。だってそんないい便利な言葉ある？その一個に。神は。神は。いやないだろ。大変待ってるの言い方ですね。あと神2位なんだっていう、ね。神を超えるやつがある。神は1位なんだよ。じゃあね、なんだろうな。うん、なんだろうな。確かにこの語を出すのは難しい。じゃあなんかそのモチベーションを上げるみたいな、モチベーターであると、うん、そんな言葉書くか。そういうことが言いたいんだけど、そのみんなのね、うん、こう向上させるみたいな。みんなを、うん、もうちょっと、もうちょっとだ、みんなを、もっとそんな難しくなくていい。じゃあみんなをこう盛り上げるところ、いいでしょう。いいでしょう。おさあ、AKさんの2位はなんと、はい、うん、他人を喜ばせようとするところ。ああ、なるほどか、そういうことか。だから褒めるも含めってことね。そうなんです、まあこれが全部内包してるのかな。優しいとかもね。そうね、私の1位が、うん、周りを笑顔にすることができる、周りをすごく楽しかったって言わせる、うん、そしてそれによって古川さんも幸せになっているっていう、あのサイクルがすごく素敵だなと思うので、うん、今回1位にしました。やったー。あ、確かに僕自分の幸せ1、他人99くらい考えてるからな、俺一個も思ってなかったしね。そうね。そうね。1位2位なの全然印象違う。一個も思ってない。そんなことだ。いや、リコ実に取ってるな。なんか2人はその周りをねとか他人をって思ったけど、リコクイズ強い1位にしてるからな、ここちょっと違うな、みんなと。そうかも。今分かったよ、俺ももさんちょっとやっちゃったと思った。やった、うん、やったかい。ちょっとポロッと言っちゃってた、はい、で、俺の自覚にバッチリやってなったわ。何これ来たか。 MC がうまいです、これはね。僕ね、これあんまね気づかれてない、なるほど、世間にはかもしれないですけど、これは僕ね、我々はもう気づいてます、ね、そうそう、散々見てるから、うん、しかも自信あるし、これは、はい、うん、うまいですね。うまいですね。入ってねえ。入ってねえな。そっち系統のものが3人共通で入ってる。あ、本当に。なんだろう、何々がうまい、あー、そうなんだ、みたいな言葉で全員通じることが入りました。うま、ん、いではないですか。うまいって書いてる人もいます。 AT さんが何々がうまい、はい、私が何々が面白い、はいはいはい、リコさんも何々が的確みたいなことを書いてました、ね、はいはい、じゃあついに言うんですけど、はい、あの人狼がうまい。なるほど。これ、はい、さっき言ってたからね、もうバレたか。そうだな、ついにな、うん、いいとこなの、うん、人狼は、人狼がうまいわ、うん、入って、うん、ありません、うん、まあ、そうよ、それなんかもう早くやってこれている。うつうつ分かっている。うつうつ分かっている。ためなくていいんだよ。なんだ、いいんだよ。いや、じゃあ、まあ、やっぱグーからグーが面白いとかになるんですかね、そうすると ねつまんない。つまんなそうなやつ。でも、ホムさんのあの反応、もしかして、ええグーからグーがうまいわ、うん、入って、うん、うん、ありません。いいね、早くやってくれていいんだよ。そう思ってないんだから。え、じゃあ、うん、ちょっと踏み込んでるんかな、うん、え、こんなんあるか。 OK です、はい。あ、そうか、分かったぞ、分かりました、はい、あのツッコミがうまいとかな、ツッコミの力があるみたいなやつ、ツッコミがうまいっていうワードが共通した、3人に。ツッコミがうまいは、入ってます。やだ、まだその印象あったのね、よかった。そう、トークは多分うまいの前提、特にツッコミのキレがいいというコメントが目立ちましたね。嬉しい、これは。エティさんがツッコミがうまい、私はもうトーク全般特にツッコミが面白い、はいはい、リコさんはツッコミが的確で早い、うんうん、早い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 、嬉しい、嬉しい、早い、早いの大事なんだよ、早い、そう、あのタイミングで言うからおもろいみたいなのありますからね。はい、ということでだいぶ埋まってきました。残るは AT さん独自の1、4位、1位だもんね、桃の3位、リコの4、5で、リコ4と桃さんは共通しています。桃さんすぐ開くな、これ。ちょっとそこら辺も開くくらいも踏み込んでいかないといけない、はい、行きましょう。ちょっとあの羞恥心も取れてきたんで、はい、ですけど、 AT だから気づいてたっていうところにして、はいはい、
天才でお願いします。これやっぱり天才キャラ AT って視聴者に聞いたら絶対僕天才ってなどないんですけど、うん、AT は分かってた、僕ともう一人の天才がいるぞと、これです。天才というワード限定がいいですかね、やっぱり。あ、もう天才とだけ言ってるって感じます。はい、はい入ってないね。そうね。そんな雰囲気だったら。天才、でも、うん、ちょっと雰囲気ある。ちょっともうちょっとだけやっぱあのギュンってしちゃったから天才のところに。狭すぎちゃう。狭ってる。そう、狭ちょっと今月ちょっと狭かった。もうちょっと広く。もうちょっと広く。じゃあなんか、うん、僭越ながら、はい、あ、じゃあみんなもそうだからな、あんま思わなそうだな。うん、いやそうなんだ、みんながそうだとあんま思わないだろうから。いやでもあのペナルティーとかないんでバンバン言いましょう。一応、ね、うん、天才をちょっと広げて、うん、頭がいい、うん、頭がいい、うん、頭がいいは、うん、入ってまーす。あ、そう、はい、そうなの。ももの3位がもうシンプルに頭がすごくいい、あ、そう。ももの3位ということはリコの4位も。はい、リコさんの4位も近いです。理知的、理論的。あー、なるほどね。ということで、まあ、これが近いかなと。そういう系のやつか、はい、嬉しい。なんか結構賢だと思って生きてきた人たちに囲まれてこの評価は嬉しいな。ということで、はい、まあ、あとはあのリコ5位と AT1 位を単独のやつですね。単独のやつ。 AT の1位なんかさ、うん、もうそろそろ出してよって話じゃない。いやーなー、ちょっともうヒントいるかも。あ、ちょっとじゃあもうお願いします。むずい。AT1 位は、うん、はい、私では書けないですね。へー、私では絶対書けなくて、リコさんはまあ書けるかもなくらいで、 AT さんが確実にこれは一番思ってる。おー、なんだろう、まあ、で視聴者さんは絶対書けない。書けない。視聴者さんは書けない。で4位は、なるほどなと思ったけど、これむずいなと思いました。リコさんの5位は完全に事実ベースです。あ、そうなんだ、うん、はい、能力の話です、能力の話これは、はい、という感じですね。 OK です。じゃあ AT の1位そろそろ当ててよ。 OK、 じゃあリコも考えてるよ。何も考えてるよ。じゃあ、ちょっと2人で相談する、まあ、いや、なんか1個だけ思ってるのがあるからちょっと言ってみていい。なんか入れるかどうか分かんないんだけど、うん、あの昔のことをよく覚えてる。あるか。ある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 、ある、まあまあ、記憶力があるとか。ある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 、そんな感じで。ある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 。昔のことをよく覚えている、あるは、うん、AT1 位。いやー、そんな気配はしたんだよ。絶対そうだと思った。でもそうだよね、俺もめちゃくちゃ なぜか急にひらめいちゃったよ。ねえ、本当昔の本当にどうでもいい考え方でしょ、よく覚えている、うん、そうなんだよ。そうやわ。例を出すと、まあ、AT のうちに僕が遊びに行った時に、うん、AT のお母さんがパスタ作ってくれて、うん、でこうちょっと食べてたんですけど、うん、AT 早食いなんですよ、うん、でその日も黙々って食べて、うん、エータそんなに急いで食べちゃダメよ、スローフード、スローフードって言ってて、お母さんちょっと意味違うなっていう、あの高校時代の思い出があるっていうのとかをやっぱり一生忘れられないんですよね。一生言ってるんだ、そう、20年以上前で、そうとかがあるんで、もしかしてと思ったんですけど、いや4位、5位かとは、リコの事実ベース、あー、そうですね。まあ、何々がうまいとかですか、そうしたら。ちょっとね、ワード出しづらいんですけど、能力なので、うん、あー、そういうことか。まあ、何々ができるみたいなイメージですね、どっちかというと、はい、で、こっちの4位はもうむずいから言うんですけど、なんちゃらする力がある、力があるでしょ。いや、俺自分の5位、あ、うん、ちょっとヒント言っていい、ヒント欲しい、言って。あの自分対古川を、うん、あの比べた時にどうだって話なんだけど、うん、この5位、うん、俺も相当自信あるんだけど、あ、そういうことか、相当自信あるんだけど、いや及ばねえって思ってるから入れた。そうなんだ。自分も自信あるからこそランキングに入る、うん、逆に我々は1個も思いついてないですよね、これに関しては。うん、2個が思うやつなんだ。なんだろうね、俺らができて、うん、AT はまあできないとかやってない、うん、興味ないことだよね、きっとね、うん、AT はほとんど、うん、ほとんどで、私はもう無理。分かった。はい、どうぞ。酒が強いだ。正解。やったー。それだ。お酒がめちゃくちゃ強い。そうだ。これはリコさんが強いからこそ分かる、あの強い人だからこそ分かる能力、酒豪並みに飲めるが、あの第5位でした。確かに無限にウイロン入ってた。そうなんだよ。そうなんだよ、ね、いや俺も相当自信あったんだけど、俺はなんだろう、大学時代ね飲むようなサークルだったんだけど、
そういうのにいなくて俺を超えてる人初めて見てる。富澤出身じゃないからね。びっくりして。そうだよね、うん、同じペース飲んでも、うん、なんかずっと一緒に喋れるから。そうなんだよね。こんな楽しいことね。嬉しかったんだ。そう、カプリティオの1年目偉い社長に連れられて、そのタレントさんとかとみんなで飲んでる中、俺だけ最後まで潰れないで飲んでたことによって仕事を取ってきたってことが、かっこいい。みんなのためにこの酒強いが生きたことがあったのよ。そうか、仕事にも影響してるし、もう人として一緒に強い人と飲めるの嬉しかった。そうなんですよ。じゃあラストだ。ラストこれ当たるかな。なんかその何々する力の何々って結構具体的な行動ですか、それとも結構抽象的な方？なんかふんわりしてるんですけど、何々を何々する力があるんですね。オッケー。例えばなんかその夢を実現するみたいなことですか？ふんわり度合い。もうちょっと具体的。もうちょっと具体的です。体重を自由に上下させる力。上もいける。上もできる。取ろうと思えばすぐ。まあ、できる。筋肉つけてますしね。自由に。キャラだと思ってる。俺のことね。体重を自由にかけたいな。はい。カロリーのセーフ。生と負をすごいつまんない道具だし。セーフ上下とかでもセーフ。なんだろうな。これちょっとヒント出し方むずいんですけど、ってさねえ、なんか、まあ、途中でね、なんか出てきました。あ、グーからグーね、うん、いや カロリーのセーフも怪しいですけどね。あ、そう。カロリーのセーフは違うか。おお、当てれる？無から生み出す力がある。あれ、お願い、あれ。無から生み出す力がある。あれ。いいでしょー。おーおー、正確には、うん、なんて言われてたの？ないものを流行らせる力がある。流行らせる。え、グーからグーの話してんのかな、これと思って。まあそのね、競技クイズっていうね、言葉とね、古川さんが流行らせた部分がかなりでかいなと思って、ね、まあ、本当に適当っつったらあれだけど、まあ、本当のいい意味での適当な言葉を探して競技クイズってね、最初に僕が言ったし、うん、グーからグーもそうなんだけど、ダサいものとかが好きなのよ。カッコつけた名前とか恥ずかしいから、大学時代のクイズサークルの名前、ラモーズっていう名前にして、うんうん、その後、なんだその変な名前って言われたんだけど、あの1年後にそれで全国大会優勝してました。いや、ラモーズは強いからな、今年もラモーズが優勝か、みたいな。普通に口々に言ってて、すごいそのダッセー名前を。ダッセーって言ってただろう、お前。そうそうそう。変化を恐れてるだけで慣れちゃうともう大丈夫ってことを知ってるから、はい、だからね、ないものでも絶対言い続ければね、あの定着するっていうのを、ね、そう知ってはいるのよ。じゃあ間違いない能力ですね、これは本当に。確かにね。はい、ということで見事ランキング全回答できました。いやー、ありがとうございます。よかった。普段から思ってて言わないことの範囲がめちゃくちゃ難しくて、あえて言うほどじゃないけど今日は言おうみたいなことが結構あったのかなと思っていて、それがなんかめちゃくちゃ伝わってきて嬉しかったのと、なんか動画を通じて3人にしか見えてない僕の解像度がこう皆さん少し上がるのかなと思って、それもなんか嬉しいなと思いますね。すごくハッピーな企画だなと思っていて、僕もまた AT の D の他人を喜ばせるの気持ちから生んだ企画かなと思ったので、最終的に回り回って僕が嬉しい気持ちになれてめちゃくちゃ嬉しかったです。視聴者の皆様もぜひ古川さんお誕生日おめでとうと、古川さんのいいところ好きなところぜひぜひコメントに書いてください。以上、本日のカプリティオでした。41歳も元気いっぱい頑張ります。高評価、チャンネル登録、 X のフォローもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。